リーグチャンピオンシップシリーズの試合で、ドジャースは各重要な試合に主力投手を使用する計画を立てていました。スケジュールによると、ゲーム1はジャック・フラハティが先発し、続いてゲーム2はウォーカー・ビューラーが投げます。第3戦はブルペンデートして行われる予定です。ゲーム4では山本義信が登板します。フラハティはゲーム5に、ビューラーはゲーム6に登板し、シリーズが長引けばゲーム7は山本が担当します。 ドジャースの投手陣は、それほど多くなく、主に3人の主力投手に頼っており、他の投手は、怪我をしているか、調子が最適ではありません。このため、ファンはチャンピオンシップシリーズの激戦や、ワールドシリーズに進むために、チームがどのように対処するのか心配しています。ドジャースには、優秀な投手が不足しており、準備が整っていない投手や、過去に怪我をした投手に頼らざるを得ないという意見もあります。 なぜチームはブルペンにもっと多くの選択肢がないのか多くの人が疑問に思っています。特に成功したシーズンを過ごし強力な対戦相手を破ってこのシリーズに進んできたからこそです。初戦後のインタビューでデーブ・ロバーズ監督はゲーム2でもブルペンデーを採用すると発表しました。明日ブルペンの安定性を生かして早く勝利を目指すとロバーズ監督は語りました。 これはドジャースが特定の先発投手を使用せず、ブルペンから複数の投手をローテーションして試合を進めることを意味します。この戦略はシーズン中に何度も使用されており、ロバーズ監督はこの戦略がチームにとって良い結果をもたらすと信じています。ロバーズ監督のもと、ドジャースはプレイオフの初戦に勝利したすべてのシリーズで勝利を収めています。 そのため、この第2戦は非常に重要であり、特にドジャースは初戦勝利後、調子とし記で優位に立っています。ファンの多くは、この勝利を2017年と2020年のブルワーズ戦の重要な試合と比較しています。ドジャースはその時も、適切な戦術と、攻守の調和によって、簡単に勝利を収めました。 今日の試合でジャック・フラハティは7イニングを投げ相手に得点を許さずドジャースはポストシーズンでの無失点記録を31イニングに伸ばしましたこれは印象的な成果でありドジャースがワールドシリーズ進出に一歩近づくことを助けましたフラハティの輝かしい活躍はドジャースに安心感をもたらしました特に今シーズンのポストシーズンでの投手陣に不安があったためですドジャースが投手陣の強さに関する初期の懸念にもかかわらず 無失点の連続イニングという歴史的な成果を達成できるとは多くの人が予想していませんでした。フラハティは以前、パドレス戦で2イニングに3点を許しましたが、今回は7イニング無失点という驚異的なパフォーマンスを披露しました。ポストシーズンのような重要な大会でのこの成果は驚異的です。フラハティの球速は平均92マイルでしたが、彼の投球は鋭く正確に行われ、9つの三振を奪うことができました。 フラハティは自分の能力を信じており、また、ウィル・スミスが彼と緊密に連携して完璧な試合を行ったことを信頼していると語りました。私たちは明確な計画を持ち、それを完璧に実行しましたと、フラハティは語りました。フラハティは子供の頃、家族と一緒にドジャースタジアムに試合を見に行った思い出を語りました。彼は、その経験がこの重要な試合でリラックスするのに役立ったと認めました。 私は過度にプレッシャーを感じず、自分の仕事をこなし、自分とチームメイトを信じようとしましたと、フラハキは語りました。試合後、フラハキは母親と感動的な瞬間を共有しました。母親は彼が高校生の頃からずっと彼を支えてきました。母にはいつも、母がそこにいてくれれば、自分の仕事をしっかりこなせると言っていました。試合後、私たちはハグし、母がいつもそばで励ましてくれていることに感謝していると伝えましたと。 フラハティは感動して語りました。ドジャースのロバーツ監督は、試合後にフラハティを称賛し、彼がチームにいることが幸運だと述べました。ロバーツ監督は、次の試合が、ブルペンゲームになることを強調し、フラハティの勝利が、この戦略に向けて、チームにより、多くの準備時間を与えたと述べました。フラハティの素晴らしいパフォーマンスのおかげで、次の試合に向けて、ブルペンの力を温存することができましたと、ロバーツ監督は語りました。 しかし、ドジャースにとって、このシリーズで最大の問題は、主力投手たちが、まだ完全に調子を取り戻していないか、怪我から完全に回復していないことです。ウォーカー・ビューラーは、ゲーム2に登板予定で、調子は改善の兆しを見せていますが、まだ本来のレベルに戻っていません。このため、ドジャースが勝利を続けられるかどうか、特に強力な対戦相手と対峙する際に、ファンは不安を抱いています。 ドジャースの主力投手の一人である山本義信もチャンピオンシップシリーズで重要な役割を担うため大きなプレッシャーに直面しています。彼は今シーズンかなりの成功を収めましたがゲーム4や場合によってはゲーム7のような決定的な試合に登板することは大きな試練となるでしょう。ロバース監督は山本を4日間隔で起用しないという戦略を維持すると述べました。他のチームがよく採用するやり方とは異なります。 代わりに、ロバース監督は、山本の健康を守るため、彼を第4戦の重要な試合にだけ出場させる方針です。この戦略は、理にかなっており、山本は、長く厳しいシーズンを過ごしているため、出場試合を制限することで、彼が過負荷を避け、最も重要な段階で、最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。ドジャースにとって、もう一つの懸念材料は、ブルペンの使用戦略です。もし主力投手が任務を全うできなかった場合、 ドジャースはブルペンの投手たちに頼って相手を抑えなければなりません。いくつかの試合でブルペンゲームを使用することでドジャースは投手陣を最適化し主力投手の健康を守ることができます。しかしこの戦略には大きなリスクが伴い中継陣に大きな負担がかかります。長期戦において彼らはより多くの投球を求められより大きなプレッシャーに直面することになります。これはロバーツ監督とドジャースのコーチングスタッフが解決すべき課題です。 ドジャースにとってもう一つの難題はチームの怪我の状況です。今日の試合でギャビン・ラックスはバントを打った後ライン沿いを走る際に軽い怪我を負いました。彼は右股関節屈筋に軽い痛みを感じその時の感覚が非常に不快だったと語っています。試合を続けたかったもののラックスはより深刻な怪我を防ぐために交代を余儀なくされました。この怪我について尋ねられた際ラックスはこれが新たな問題であり 過去に経験した怪我とは無関係であることを強調しました。彼は疲労の蓄積が体に問題を引き起こした可能性があると考えています。それでも、ラックスは楽観的で、休養して回復することが正しい判断であると述べました。試合を続けたいという意欲を示しつつも、完全に回復するための休養が必要であることを認めました。幸いなことに、この怪我は深刻ではないようです。ドジャースの医療チームによると、ラックスは明日にも試合に戻ることができる見込みです。 次の試合は移動日があるためさらに休息の時間が取れ完全に回復する良い機会となるでしょう。ラックスが早期に復帰できることはシーズン序盤から多くの怪我に見舞われているドジャースにとって朗報です。しかしラックスの怪我によりドジャース全体の健康状態について多くの懸念が生じています。チームはシーズンを通して多くの選手が怪我に見舞われそのため競争力に大きな影響が出ています。フレディ・フリーマンのような主力選手も 完全な健康状態でプレーしていません。フリーマンは試合に出場する努力をしていますが、主力選手の交代が続くことで、ドジャースは多くの困難に直面しています。さらに、怪我が続発しているため、シーズン終了までチーム編成を維持できるかどうかが懸念されています。エドマンやラックスのような選手は、ドジャースの打撃陣にとって重要なメンバーであり、彼らの不在はチームの攻撃力に影響を与えるでしょう。ドジャースのファンの一人は、こう言っています。 私たちのチームは、怪我のために、あまりにも多くの損失を受けています。私たちが大会を進むたびに、また一人の選手が健康上の理由で、フィールドを離れなければならないのです。現在の状況では、ドジャースは主力選手の健康を守るために、より慎重になる必要があります。シーズンは白熱しており、チームを健康に保つことが成功の鍵となるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。